皆さんこんにちは、管理栄養士の永吉美猫です。今日は旬のさつまいもを使っておかずにもなる甘辛炒めを作っていきます。調理時間15分であっという間に作ることができ、甘辛の味がご飯にも合うメインになる一品です。ぜひ作ってみてください。それではクッキングスタートします。材料はこちらにあるものを目安にご用意ください。まずはさつまいもを5ミリの厚さに切っていきます。さつまいもが太い場合は半月切りにしてください。厚くなりすぎないように注意しましょう。切ったら軽く水にさらしておきます。次に玉ねぎをさつまいもより厚めを意識してカットしておきます。さつまいもは水気を切ってラップをふんわりかけ、電子レンジで柔らかくなるまで加熱します。ここからは炒めていきます。まず冷たいフライパンにごま油と豚肉を入れます。こうすることでジューシーな仕上がりになります。中火で火をかけ、ジューッと音がしてきたらお肉をほぐしていきましょう。ここからお肉をまず6割色が変わるまで炒め、お酒とそしてすりおろしのニンニクで下味をつけて、今度はお肉が8割変わるまで、ニンニクの香りが立つまでしっかりと炒めていきます。ここまで来たらお野菜、さつまいも、玉ねぎを同時投入で大丈夫ですので、お肉の色が完全に変わり、玉ねぎが透き通るまでしっかりと炒めていきましょう。しっかり炒まったら味付けをしていきます。焦げやすいので注意して、めんつゆ、お酢を加え、かなり今日は水気がありますので、この汁気がなくなるまで炒めていきます。火は中火のままで水気を飛ばしますが、焦げやすいのでよくかき混ぜましょう。このように炒めて汁気がなくなったらほぼ完成です。塩加減差が出ますので、しっかりここで味見をして、胡椒とそして塩気が足りなければお塩を足して混ぜたら完成です。簡単にできておかずにもなる甘辛炒め、ぜひ作ってみてください。このレシピ作ってみたいな、いいなと思った方はぜひチャンネル登録をして他のレシピもチェックしてみてくださいね。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。